お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのホグデッキをね紹介していきたいなと思います。でこちらですね、前までこのファイヤーボールの枠が、クエイク、アースクエイクだったんですけども、アースクエイクでめちゃくちゃね流行ってた時代もあったんですが、今の環境クエイクだと、まあ、ゴレだったり、まあ、バルーンだったり、またロイジェイだったりと、結構ね、なかなかこう、防衛ができないというか、止まらないデッキが多くなってきて、まあそういった意味でのね、ファイアーボール採用だなと思います。このね、デッキでこう、海外の、まあ、プロ選手のケビンって人がいるんですけど、まあその方がね、世界5位ぐらいまでね、はい、行ってましたよと、まあいうわけでね、ちょっと今日パクってやっていこうかなと思います。まあ、じゃあ、ファイアーなことによって、なんかこう、やばいっていう時あるじゃないですか。やばい、このままだとっていう時に、緊急回避ができますよね。ゴレでも、まあ何でも、バルーンとかも。まあ、それがやっぱ強いっていうのはありますね。ファイボの防衛、最後の最後の防衛でね、強い。削りは、まあクエイクの方がすごい優秀なんですけども、まあ防衛面で対しては非常にね、ファイボの方が優秀というわけでね。まあでもファイボになったことによって、まあもちろんね、デメリットもあって、こう、クロスとか、まあ、施設系に対しては間違いなく勝ちにくくなりましたね。てかまあもともとこうトルネプラスのテスラアイスウィズの、まあ、遅延型のホグだったら、あ、遅延型のクロスボウだったら別にもともとクエイクでもロケット削りには勝てないんですよ。そう、まあなので結局きついまであったんですけども、普通のねトルネードが入ってないクロスには相性良かったので、まあ、そこにちょっとね勝ちにくくなるっていうのはまあ、若干辛いところでありますが、よいしょ。さあ、相手が今これラバ裂いて、これはきついですよ、絶対。で、今、ババも裂いて、もうこの間に溶かしちゃいたいですね。なんならもう逆サイホグとかこれ言ってあげたい気もしますが、いや、このね、ファイボ、これ、今までだったらクエイクだったんで、絶対嫌だったね。スケドラちゃんも美味しくいただけますねと。さあ、ここ行ってあげたいな。いや、前に行って、いやい。よし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 。いや、こういうね、ロケット方針の前に滑り込むホグライダーいいですね。よしよし。まあ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 、そんなわけでね、これもサイクファイボが回るっていう。まあ回んないけど、回転でね。いや、でかい。今の入らないのやばいっすよね。まあ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 、そんなわけでさ、普段ってかクエイクだったら、ラバ間違いなくきついんですけども、ファイブになったことによって勝てそうですね。で、次は、ババアと墓石のターンなので、まあ、ミニペで攻めるんじゃなくて、ホグで攻めて、まあ、それをロケット押しで回収してっていう方がいいかなと思います。で、まあ、ロケット出しちゃおうかな。さあ。で、まあ、ミニペ出して、これメガコも出したので、相手ババアのコストが、まあ、ギリギリ回るぐらいかな。ロケット押しちょっと残したいですね。まあ、ザップ打たれたらザップ打たれたで、コウモリが生きるんで、まあそれはそれでね。で、これワンチャン5打たなくてもいいですね。ロケット押しで守れそう。いや、打ってもいいか。いや、打たなくてよさそうっすね。で、これバルーン来てからの、よいしょ。5と、これザップが相手は回ってないぞ。いや、素晴らしい。で、なんなら相手のタワーと500で、今5打ったので、このロケット押しはまあ無限ですよというわけで、もうこれは相手もね、辛い。辛い悲しみのホレイでございます。あ、やばい、待って。世界一意味わかんねえウッとした。ちょっと待って。本当に、やばいやばい。いつも俺、勝ったわとか言ったら負けるんで、まあさすがにもう大丈夫ですけど、これ、施設がないんでね、100% ババのターンですね。一回ババをファイボで、ぶっ倒してから、行きましょうか。よし。で、まあ最悪墓石を気合で回すが、オッケー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 。ファイボも当たるはないと。ナイスー、ありがとうと。ちょっとね、やられたらやり返す精神なんでね、僕は。まあ、そんなわけでね、次行きましょうか。マジで、まあ、ファイボにして、施設に対して勝てなくはなるものの、それ以外全てにこう戦えるようになると思えば、まあ、全然ファイボ型でもね、いいんじゃないかなと思います。まあ、クエイクで、ゴレとかラバとかバルーンに勝てないこともないですけど、鬼っすよね。鬼畜まであるっすね。難易度鬼。さあ、アイスピギャング。さあ、今回相手は、間違いなくコカツちゃんですね。コカツデッキ。
まあ、枯渇デッキに対してはクエイクの方がまあいいでしょうが、まあまあまあ言うてウッド高回転と、まあ、コウモリ高回転も強そうですね。まあ、プリンが個人的にはねめんどくさいけど、5打てるって考えたらそれはそれでいい。さあ5打つがインフェですね。まあ、インフェなら救いですね。テスラよりはインフェの方が、まあ、回転が遅いですし、まあ、コウモリとかでも竹取れるんで、いやこれはね勝ちたいところではございますよ。次のむずいですね。どっかでてか、まあなんなら攻めウッドをやっぱやりたいので、僕としてはね。お、意外とこうユニットで守れると、ここでホグからの、まあ、ロケ防衛の可能性がワンチャンあるんですけど、ウッド5あロケ防衛ですね、まあ、ロケ防衛してここもゴブギャンに僕、いやこれ相手ギャング残すのはウッドか、いやーめっちゃいい、いやー一発でかい。で今僕攻めウッドしちゃったので、前これでタゲ取ってというか、まあ、タゲ取らなくてもいいか、ロケット押しで許容して、これアイスピでキング起動されそうなんで、ちょっとこう普通に攻めてあげてね。あ、ナイトか、キング起動させまいとしたんですけど、そう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 、まあこれはね勝ちたいがロケ削りぐらいかな、僕が負ける可能性があるの。ワンチャンハシマイプリンも嫌だ、そっちか、僕の思った逆を攻めてきますね。いやワンチャンファイバー削りあるっすよね、僕ファイバー削りのタイミングわかんねえないやマジで多分ロケ削り来るんですよ間違いなく。まあ今施設なかったターンだから普通に攻めてもよかったですけど、いや相手はもうダメージ追いつくためにハシマイプリンしてますね。いや痛えな結構、待って結構やばいっすね。これでギャング、インフェ間に合うかな、ロケか、いやこれでまたハシマイプリン、お外してる外してる、え、ちょっと待って待って待って、そんな外れるっけロケットってやばいっすよね。いやラッキーすぎる、ラッキーすぎる。だって今外れてなかったら、まあ、普通にハシマイプリン、まあ、警戒はするっすけど、まあ、ワンチャンねちょっと怖い部分もありましたけど、まあ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 、まあ、これねラッキーも実力ですからね、知らんけどよろしく。さあというわけで非常に長らいいですね。施設さえ引かなければ一生勝てそう。レッドブルブラジル、なんかめちゃくちゃかっこいいなクラン。さあプリンス、プリンスといえばまあジャイゴレ、まあコカッツ、まあ3択ぐらいですよね。ファイボってなったらもうジャイ確定演出まであるっすね。さあでジャイだとザップがあるのか、あ待ってミスった、え待ってやばい、すごいなんかミスったし、相手のなんか横田もさ5打てばよし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 、この不平等交換ですよね、タワーが全然交換、いやーあるな、いや1本守れねえから1本取り行くわーって言って取れない時もあれば、逆に守れて取れるパターンでしたね今回は。いやでけえなー、これ勝ったんじゃないですか、あ待って、ジャイバルーンだ、やばいやばいやばい、ジャイバルーンの相手のスペル5だったよな、矢の雨が入ってなければ勝てそうですけどね。まあこれ5が回ってきたターンちょっと、うわなるほどね、ちょっと勝ちましたわって言ったの撤回したいっす。やばい、ジャイプリバルーン、やばい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 、これミニペが気合で頑張れ、いやーこれ強ですね、おーよしよしよし。ヤンドアメ5なんで、まあ僕のコウモリ無双ではあるものの、あるもののちょっと形組まれるときつくねっていう、まあ、言うていけそうですね。コウモリがきつい、今コウモリがきついターンは抱くね、やばいやばいやばい、異次元異次元異次元これやばいって、これ守れんのかな、てか守るしかないんですね僕はもう。まあ、あえて逆にロケット押し鬼キツだと思うんで、てかもうこれはもうファイボでね、よしよし、いやこれ一生守るのは不可能に近いっすよね、まあ、ロケット押し出してからの、いやホグ飛ばせなこれ
やば。後ろからだってプリンスやらもうなんかダクネやらいろいろ降ってきますからね。あまあまあまあ延命して、いやこういうところは行っていい気がするね。で橋前三角、あロケホーお前毒打ってんだ、やばいやばいやばい、いやこれやば。ジャイか、いやジャイ来ない、いやジャイ来る、いや僕はでもこれ守んないといけないです、言っちゃえば。気合で、いや気合を見せる。しかもこれバルーン来てもファイボで守れるんで、いやでかっ。これクエイクだったら絶対無理っすよ。これ絶対無理っすよね。いやでかいですね。でも多分こういうデッキも結構いるじゃないですか普通に。なのでなんならファイボの方が安定するというか使いやすい感じも。いやさ6000到達、ああと3、あちょうど500位、いやなかなかキレがいいですねと。さあターさんだ、よろしく。いやこの人あれだな、見たことあるな、なんで来た、この人あれだな、このあれバルーンかな、バルーンっぽいっすね。なんかスケラのイメージもあったんですけど、スケアイスピークロス26ファルチェバルーン、ファルチェバルーン説ありそうっすね。ファルチェバルーンだな、ファルチバルーン、なかなか大変ですね。こう、なんか、ミニペッカを刺すか、ホグを刺すかって考えるんですよ。ホグ、まあ、相手がトルネ持ちだった場合、まあ、特に遅延スケラとか、まあ、そういった相手は、あ、ホグ刺さんねえから、ミニペッカで刺そうみたいなのが生まれるんですけど、今回、スケもあるので、ミニペッカで刺そう理論がもう論外なんですよね。ぶっちゃけ。本当にこれちょっと早めに溶かしたいな。あロケホお前やったな、裏切り者め、お前裏切ったな。裏切ったな、いやしかも緊急動されたしな。いやこれね終わったっすね、まあ、こういうのがねそうちょっときついかなという風なねイメージはありますね。ファイボになってるはもうなったもののなったもののまだるな、いやだまだいきそうではある。どうかどうかな。まあ、ミニペが事故ってくれるパターンがあるのと、まあ、ミニペが事故るか、お、いや、こういうこと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 、こういうのがあれば、すごい勝てる可能性が増えますね。いや、救われてんな。これミニペは違うかな。なんなら今、ウッドスケ、コウモリ、アイゴレで2周目ホグが正解だったかもしれないですね。え、ミリペ？まあそんな期待しなかったらいいんですけど。いやこれね攻めトルネもワンチャン、いや防衛トルネ使った、いや頑張れてはいる、いや頑張れてはいるけど、このしょぼいアイゴレコウモリがしょぼすぎたな。いやでもこれトルネ回ってないよな、いやこれザップのリセットあるのやべえな、これこれで、これ絶対攻め取るんで来るっすね。いやー、出したくないけど。いや、今度かい。いや、まあ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 、ワンチャン。ワンチャンなさそうですね、これはもう。アイスピと、うまいこと、切り刻まれてる。あー、まあ、そういう感じですね。これはね、なかなか、多分、おつらい気がしますね、と。まあ、いうわけで、このザップがね、いい勝ち。これ、俺の、コウモリに、パーン炸裂ヒットしますからね。まあそういうわけでね、はい、こちらのクエイクホグなんですけども、ファイボ型ね、今まではクエイクだったんですけど、ファイボ型も結構使いやすいので、ぜひね、まあ、使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。